こんにちは。清くず太くしたたかに、3日で読めるトップが強運であり続けるための人間学読本、ヨーロッパ英雄史小説作家日崎貴文です。ヨーロッパ史の英雄に学ぶビジネス強運のつかみ方、1日1元心に突き刺さる言葉、今日も強運になれる言葉をご紹介していきます。今日ご紹介するのはフランス国王アンリ4世のこの言葉。国王は真の完璧な心理分析官であり、態度で感情を、言葉で思想を見抜くことができた。リーダー一人で全ての仕事をこなすことはできませんから、有能な人材を周囲に配置することが重要です。ですが、頭ごなしに命令しても人は動いてくれません。その人がどういう性格で何を考え、何が得意で何をやりたいのか、その人の内面を読み取って動きやすくしてあげると、より実力を発揮してくれます。今日はアンリ4世の言葉をご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。